みなみです。こんにちは、なつきです。こんにちは、るいかです。はい、今日はですね、山梨のスキー場に来ました。楽しみなんですけど、ちょっとこける自信があります。こける自信がだってスキー本当にしたことなくて、このウェアもね初めて来ましたですね。スキーとか、あとソリとかもやって楽しんでいきたいと思います。最後にちょっとでも上達できてるといいね。はい、行きたいと思います。はい、レッツゴーちょっと両方後ろ。お、素晴らしい。顔上げて、みんな顔上げて。そう、天才。あ、勝手に落ちる。楽しい。スキーの前にちょっと雪に慣れるためにソリで遊んでいきたいと思います。できるかな、わかんない。じゃあちょっと頑張って滑ります。これ怖いんだけど、4回ぐらいやってね、スピードね、でも速いけどバランス取れば全然怖くない。最後にはね、最初よりうまくできたんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと休憩してからスキーに移りたいと思います。バイバーイ。眩しい。はい、今からスキーをするんですけど、板とか靴とか借りたいと思います。はい、はい、ルイカは130から145分。そうだね、黄色のやつってことだね。はい、今日スキーのことを教えていただく良次くんです。こんにちは、中村と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなで楽しくスキーしましょう。はい、スキー初めてなんだよね。じゃあね、スキーの持ち方から持っていこうね。こっち前ね、先がポヨーンとなってる方が前ね、先がシュッとなってる方が後ろで、だから上を持っていただいてスキーのここを持ちます。だからここだね。そう、正解。天才天才。 OK、 みんな行こう。ぐるぐる回す、今度は回す。右手前、左手後ろ、上手。すぐ体が動いた。ねえねえ、これスポーツです。両方後ろ。あ、そう、上手。で、スキーの履き方ね、この先のここの先っぽ入れます。入れたらかかとを揃えて入れます。こっち、上がってきてから、ちょっとずつ、ちょっとずつ。
上向いて登ったのね。横向いて登るんだよ、みんなこんにちは。サイドスリップって横のブレーキ効かせます。はい、やってみよう。どんどん行こう。上手。普通ね、人間ってつま先からつま先から動いていくけど、スキーは逆、かかとからかかとから動かす。どんどんいで足をね、こういうふうにしない。そう、上手。それそれ、そう、そういうの。どんどん行こう。足閉じといて、前に出ながら足開くよ。前に出ながら左足開く。前に出ながら左足だけ開いて、下に向いて。やってごらん。前に出ながら左足だけ開く。そう、左足だけ。手で押しながら足を開く。もっと開く。もっと開く。開いて開いて開いて止まるじゃん。つま先は閉じる。かかとを開く。クイちゃんできるよ。やってごらん。もうちょっと正解。そう、それでいい。ゆっくり勝負だからゆっくり勝負。はい、開いてもらう。そう、いやいやいや、5センチいったら足開く。そう、天才。いいね、天才。次の動画もチャンネル登録してお待ちください。バイバーイ。バイバーイ。